いや、いやよ、いや、おじいちゃんのスクラップ持っていくの、いや、いや、待て。調査部の富武2位だ。彼女は調査部が保護する。しかし司令部から直ちに東京へ連行せよと命令を受けています。君たちは彼女を見て気づかないのか。彼女の体を見てみろ。かきむしった後でいっぱいじゃないか。雛見沢症候群のかなり高いレベルの発症が疑われる。彼女を直ちに入江機関本部へ移送し、発症レベルの検査に入る。高野三佐の治療体制を準備させるよう入江所長に連絡を。あ、わかりました。次郎さん、次郎さん、わかりました。次郎さん、次郎さん。